バルイコールピルモント構成士ヨシアス。ドイツ革命で構成士の身分を失った後、ナチ党親衛隊の大将まで昇進した。リヒテンシュタイン構成士アロイスは、現在も法的にエルププリンツの称号を有している。エルププリンツは、ドイツ語圏の諸侯の法定推定相続人が名乗る称号。フランス語圏においては、プランスエレディテール。 またはプランスエディティエの称号が同様に用いられる。国家主権内使盗賊領主身分を有する諸公の法定推定相続人が帯びた。諸公家のほとんどは世襲制度としてサリカ法典に準拠する不軽長子相続制を採用していたため、エルププリンツの称号は現君主の最年長の男子に与えられた。1919年のバイマル憲法の制定により、 ドイツ国内における他の貴族称号と共に廃止された。日本語では皇太子と訳されることも多いが、相続する称号に応じて、皇帝子、皇帝子の訳語が当てられることもある。ドイツ帝国の大皇、皇爵、皇爵、辺境白、縫白の法定推定相続人を、その他の親族男子たちと区別して扱うために、伝統的に用いられてきたエルププリンツの称号は、 1918年のドイツ革命に伴い公的には姿を消すことになった。1919年8月14日に施行されたバイマル憲法は貴族という身分上の特権及び世襲貴族の存在を否定しており、それまでは聖徳的な称号であったエルププリンツの称号も一部の家族や個人のみが有する権利を認めず国家公民としての権利のみを認める。 バイマル共和制の下では廃止された。しかし、ドイツの旧諸公家の子孫や旧貴族団体は、貴族称号の歴史学、系譜学上の意義や諸公家が伝えてきた伝統文化の保護という観点から貴族称号を使用し続けることを主張した。現在、ヘッセン大公家、バーデン大公家、アウンハルト公爵家をはじめ、その他55の旧独立療法君主家及び、 バイ化された諸行家の次期家督相続者が、いわゆる血統的権利に基づいて、私的にエルププリンツの称号を使用している。ドイツ語圏では皇帝、国王の法帝推定相続人は、クロンプリンツと呼ばれていた。太鼓、大やの長子は、その身分の高さを強調するために、エルプグロスヘルツオーク、エルプヘルツオークと名乗る場合が多かった。 1866年まで存在した先定公の法廷推定相続人は特にクーア・プリンツと区別して呼ばれた。帝国博の法廷推定相続人の称号はエルプグラーフである。こういった称号はリヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国及びモナコ公国では現在も使われている。リヒテンシュタイン公、ハンス・アダム2世の長男アロイスは リヒテンシュタイン公正史の称号を、ルクセンブルク大公、アンリの長男ギオームが、ルクセンブルク大公正史及び、ナッサウ公正史の称号を用いている。モナコ公、アルベール2世も2005年に即位する前は、モナコ公正史の称号を用いていた。ありがとうございます。